どうも、日本ワインソムリエ西岡由紀です。今日はですね、ワイナリーツアーに行ってきたという動画なんですけども、先日3月10日ですね、前にもお知らせしてた通り、長野県の小諸市のところにですね、ワイナリー2軒と、チーズ工房1軒、合計3カ所回って、ワインをもうバスの行き帰りも含めですね、もう満喫しまくろうみたいなバスツアーをやったんですよ。でその様子を、少しでもね、皆さんにお届けして、次回以降参加したいなって思った人にはまた参加していただきたいなと思いますし、少数派かもしれないけど、現地には行かないけど現地に行った気になりたいみたいな人も何人かいるみたいなんですよ。そういう声も届いてるので、そういう人たちのためにも、こういう動画を作ったらどうかなというところで、実際行ってきた様子、ある程度、ちょっと細切れにはなるんですけども、ちょっと動画にして皆さんにお届けしようかなという感じです。で、ちょっとですね、僕もほぼほぼ、一人でいろんなことを、背負って、そのツアーのコンダクターをやってたので、撮影をする時間っていうのがそんなになくて、どちらかというと、当日ライブ配信をしてたんですよね。なのでそのライブ配信の動画と、あとはちょっとちょこちょこ撮ってた写真、あと参加者の方からもらった写真とかをちょっと集めてですね、思い出動画みたいな感じにも捉えられるかもしれないんですけど、そういう動画をちょっと作ってみましたので、ぜひね、それをね、見ていただきたいなと思います。なのでライブ配信の動画っていうのはちょっと画質もあんま良くなくて、音声もちょっとところどころ途切れたりとかするので、僕がそれを見ながら補足を入れながら、一緒に見進めていただけたらなと思います。なのでテレビのロケ番組とかだと、スタジオにいる人がちっちゃくワイプみたいなので語ったりするじゃないですか。僕は今この体勢のままここを見ながらやっていこうと思ってますんで、よろしくお願いいたします。というわけで早速ですね、まずね、前日にですね、おつまみの盛り合わせを30人分作りまして、その様子をちょっとタイムラプスでちょっと作ってみたんですけども、結構こういう感じでね、タイムラプスだとすごく早い作業に見えるんですけど、これ大体盛り始めて1時間ちょっとぐらいかな、かかってます。でもね、これ結構すごくみんなに好評で、すごくそれがなんかやってよかったなって思いました。でプラスでこのおにぎりを140個作りまして皆さんに3個ずつプラス予備みたいな感じで、で実際ですね、当日の朝ですね、新宿のバスがいっぱい止まるところでこういう形で集合してバスを待ってたんですけど、バスがなかなか見つからなくて、これかなって思ったバスがまさにこれだったんですけど、僕の名前が入ってなかったんで、全然誰これって感じだったんですよ朝からプチ笑える事故が。で実際中ではこういう感じで、皆さんもう本当に楽しそうに、楽しみ楽しみワクワクみたいになってて、で実際このグラスを使ってですね、ワインを行きも帰りも、飲みました。蓋ができるんで、バスが多少揺れてもですね、ドリンクホルダーみたいなところに入れとけるっていうのが、これのまたね、すごい優秀なところだと思いますね。でこういう感じで富士山を見ながら長野に向かっていくわけなんですけども、こういう形ですね、僕が日本ワインについてちょっと語ったりとか、YouTube だとね、どうしても語れることでも、こういうバスツアーの中で参加してくれてる、そういう耳を傾けてくれそうな人っていうところで、最低限分かってほしいこと、国産ワインと日本ワインって違うんだよとか、あとは日本ワインって高いって言われるけど、それは半分正解で半分誤解だよみたいな話、僕が過去に動画にしてるんで、ぜひねそれを見ていただきたいなと思うんですけども、そういう形で、で小諸ワイナリーもこういう形で到着しまして、このバスで行ってるんですね。結構30人で、もうちょいあと10人ぐらい乗れるかなぐらいの大きなバスだったんですけど、こちら小諸ワイナリーですね。はい、こういう形で、皆さんをね、引率していただいて説明を受ける形なんですけども、結構ね天気良くて本当に良かったなと思いますね。はい、こういう敷地が広くてですね、3000坪ほどありますちょっと庭園みたいなのがあって、はい、こちらの庭園に入っていただくとですね、ここにですね1本のブドウの木があるんですけども、これは善光寺ブドウっていうブドウ品種になります。正式な名称は龍の目と書いて龍眼っていうブドウ品種ですね。もともとカスピ海沿岸にあったものが日本に伝わってきて、明治初期ぐらいには長野市で栽培されていたっていうブドウ品種。
で、このブドウ品種はですね、時代の推移とともにですね、一時期も絶滅寸前になってたことがあります。あの生殖長野でしか作ってない甘いものとかたくさん出てきましたから、60年代ぐらいにはもう本当に絶滅寸前だった状態です。で、私たちは当時、山梨の方で60年代甲州を使ったブドウでワイン作りをしていて、それに次ぐような品種を探していたっていう時代があるんですね。で、偶然ですね、このブドウ品種と60年代に出会いまして、で、試験醸造なんかしてみたら、結構甲州同等のいいワインができるってことが分かってきたので、このブドウ品種からワインを作ろうということで、この小諸ワイナリーを始まっています。今、ヨーロッパ系の品種やってるんですけども、始まりはこの龍眼なんですね。で、当時は絶滅寸前だったんで、この木が長野市にあったんですけども、それをここに移植してきて、ブドウは接ぎ木でどんどん増やせますから、それで復活させたというものになります。なのでワイナリーができてからずっと龍眼メインでワイン作りをしていたんですけども、88年の10月末にですね、ここら辺一帯は大雪が降ったっていうことがありまして、今はですね、わからないんですけども、実はこの辺り周辺棚ってその天井の棚だった、天井から吊り下がってるタイプの仕方ですね。いや、10月末っていうと収穫直前になります。特に龍眼は、基本的にこういう棚栽培で仕立てますから、棚の上にどん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 雪が積もっていって、ブドウも連なっている上に雪が積もったので重みに耐えられなくなって、ここら辺の棚はほとんど倒壊してしまったっていうことがあるんですね。まあ、その年なんかは本当に雪の中からブドウを掘り起こしてきてワインを作ったっていうふうに聞いてるんですけども、そこから復興するっていう時に今まで通り龍眼をやるのか、もしくは何か新しいことに挑戦するのかっていうところで、もともと研究していたシャルドネとか、そこはね大きな起点だったんです。ヨーロッパ系品種に切り替えようってことで、それで、品種を切り替えて、2001年になってソラリスっていうシリーズが大きな転機だったみたいです。私たちにとってはルーツになるような大切な龍眼、この原木は今樹齢が約120年ぐらいのものになっていて、まあ、今はね芽も出てないんですけども、9月ぐらいに見ていただくとちゃんと房はなってますので、これぐらい古木になると龍眼って普通はすごい大きい房ができるんですけど、結構小さめな房がまだできるようになっています。また9月ぐらいに、ね、来ていただいてもいいんじゃないかなと思います。なんかこれぐらい日が出ると暖かくていいですね。暖かいですね。小諸は寒い時マイナス15度ぐらいまで下がってきますから、皆さんいいタイミングに来られたなと思います。ちなみにここの庭園なんですけども、ここは自由に皆さん中に入って歩くことができますので、また後でお時間あるときによかったら散策いただけたらと思います。ですね、実はこの庭園は長野県を表した作りになっておりまして、例えばあそこに、実際の地図とね、照らし合わせてみたいなと思うんですよね。浅間山を表していて、皆さんの後ろにある、今これ下よけがかかってるんですけど、この大きな張り込みが北アルプスです。ここを流れてる川が千曲川っていうことで、信州の山とか川を表したっていう作りになってた。結構細かいところまで作り込まれてますね。あそこにある長い大きな刈り込みなんかも、あれ色が今まだらになってると思うんですけども、あれはあえていろんな品種のものを植えていて、紅葉が一番綺麗な時に見ていただくと、緑の中に赤が浮かぶようになっていて、赤ワインが上からちょっと溢れ出てるような、そんな様子を表したっていう作りになってます。四季折々の姿が楽しめる場所なので、もうここはワイナリーの門が開いていれば自由に出入りできますから、近くにね、来ることあったら、散歩がてらね、入ってきてみていただけたらと思います。結構近所の人もね、散歩とかしに来ますので。はい。ではですね、これから今度地下セラーの方に。地下セラーはですね、ちょっと撮影ができなかったっていうか、やっていい撮影はしていいって言われたんですけど、ライブ配信自体が電波が届かなくてできなかったんで、ちょっと入るところまでの映像になります。これ何にもしないと龍眼は本当にこれぐらいの大きさになってきますね。でかいっすね。甲州よりも全然でかいです。あとちょっと僕の手がね、割とこんなまでちょっと分かりづらいんですけど、こちらの方から近づけられていきたいと思います。ここに入るところも電波が秘密基地感ありますね。ポンって切れました。なので何枚か写真があるって感じなんですけど、もうなんかすごかったですね。歴史を感じるようなワインがあったりとか、ちょっと特別な空間、なんですか、来賓用の空間があったりとか、これがね、本当僕が生まれた年とかのワインがあったりとか、こういう風に並んでたりとかして、
あのお土産でもらえるの待ってますみたいな感じで営業さんには言ったりしましたけど、ここが来賓用の部屋ですね。はい、このすごいですね、ブドウのシャンデリアみたいな。すごい島田さん。いいブドウが取れますから、樹齢がとても大切。ここが最後ね。最後ここのシャルドネはですね、樹齢が43年と38年のものが植わってます。あの海外であれば樹齢60年のシャルドネなんか割とあるかもしれませんが、日本はまだまだ歴史が浅いので、まあ、日本の中でシャルドネで樹齢が40年超えてる木でちゃんとワインを作ってるっていうところは多分今のところうちぐらいだと思いますので、日本ワイン業界にとってもね、とてもあの注目の畑になってます。さっき動画見ていただいた時にですね、あのブドウの房をパチパチ落として間引き、グリーンハーベストをやってましたけども、ここのシャルドネはうちの中でも一番いいものができる畑なので、その収量制限っていうのを結構強めにやってる畑になります。今ここにエラが一本一本上に伸びてますよね。でこの枝って昨年の春に芽吹いたちっちゃな芽が伸びて枝になって、で夏にここ、まあ、元ぐらいに3房ぐらいブドウの房がなってたんですけども、1本の枝にだいたい3房ぐらいブドウの房がつくんですが、ここはグリーンハーベストで3分の2を落とすということで、1本の枝に1個の房しか残さないっていう、そういったことをやってる畑です。贅沢、結構贅沢ですよね。それによって栄養がね独り占めできるんで、ブドウ一個一個の質が上がるっていうことですね。この畑の広さだと、まあ、大体4500本ぐらいワインが作れるんですが、収量制限をしますので最終的には1300本。これなかなかできるところがないと思います。それぐらいやっぱ高くなってしまうんで、1500本ぐらいいただきます。結構、ね、本当に贅沢な作りをしてます。ちなみに落としたブドウっていうのは、私たちはただ捨てるだけではなくて堆肥に変えたりしていますから、なのでね、ただ捨ててるわけではないです。ただ結構インパクトがあるので、お客さんとかいらっしゃるとですね、あと何してんのって言ってきた方もいたんですけども、まあ、それぐらい衝撃的な光景ですね。どんどん落として軽トラに集めて堆肥置き場に持っていくんですけども、結構、ね、罪悪感あるんですよ、まあ、そういったことがあっていいワインができてますね。で僕ここのワイナリーの東山っていうその畑の、収穫手伝ったことあるんですけど、本当にその時に本当にこれぐらいの質じゃないとOK 出せないんでっていうレベルがすごいレベル高いんですよ。これも捨てちゃうんですか、これも捨てちゃうんですかって感じで、うわめちゃめちゃそのね、選果って言うんですけど、その選ぶ果物と書いて選果って言うんですけど、その選果が厳しくて、でもこれはさすがに大丈夫だよなと思って、どうかなってちょっとでも悩んで、これってどうですか、はあ西岡さん悩んだら全部捨ててくださいみたいなみたいな、もう確信を持ってこれは 100% 大丈夫だっていうものだけを厳選してくださいって言われて、なんか超マジみたいな。だってこの作業によって収穫量が決まるわけですよ。OK、NG、OK、NG、OK、OK、OK、NG、NG みたいな感じでやっていくんで、そうなると迷ったら捨てるっていうその度合いでできるワインの量が変わるわけですよね。それは結構なんていうんですかね、シビアだし責任重大だなと思って、これも捨てちゃうんだみたいな感じなんで、結構ね罪悪感満点な作業になるんですよね。あれはちょっとね、ワイナリーによって全然ハードルが高さが全然違うんで、いやすごいレベル、そりゃ美味しいワインできるよねっていう感覚を感じたことありますね。昔ね2年ぐらい前の動画でその様子も上がってると思うんですけど、はい。有機栽培自体は2010年から始めていまして、この、まあ、万寿園というものをちょっと向こう側に大体3班4班ぐらいしかないよね、小さい畑でシャルドネとメルローというものを始めていきました。初めに有機栽培をした理由というのは、有機栽培をしたいというのではなくて、この年で有機栽培が本当にできるのかというところを実験していたところになっています。有機栽培自体は、おそらく、まあ、5年ぐらい前からですね、徐々にやっておりまして、まあ、小諸と、あとは、ゆで足というところで、今私たちが12ヘクタールぐらい持っているところが申し上げたと思うんですけれども、だいたい 40% ぐらいはもう有機転換ができています。で、ここの畑も今年からだっけ
有機ジャスの認証が取れているので、有機のワインを作ることができるんですが、まあくまでその有機栽培というのはマーケティング上私たちは使う予定が全くないので、あの栽培者の成長のために、有機栽培というのを導入しております。今の話にちょっと補足しますと、あの、まあ、いわゆる有機栽培でマーケティング上その使うことがないっていうふうに今島田さん言ってましたけど、要は実際にその有機栽培と有機栽培じゃないものを分けるものっていうのは、例えばまあ薬だったり、まあ、いろんな農薬だったり除草剤だったり、まあ、いろんな薬品があると思うんですけど、それの何が最低限あった方がいいよねなのか、これはやりすぎても別に意味ないよねっていうところを、その境目を見つける作業の一つでもあったりするんですよ。例えば人間で言うと風邪薬である錠剤をじゃあ5錠飲むのが当たり前とされてきて、ずっとでも本当に5錠いるの、3錠でも2錠でもいいんじゃないみたいなところに疑問がある時っていうのは、そのゼロとその両方こう両方からこうなんかアプローチしていかないと、本当に必要な最低限のラインっていうのはどこなんだろうって見えてこないと思うんですよ。まあ、ちょっと風邪薬とかのちょっと例えちょっと分かりづらいかもしれないけど、でもなんかそういうやりすぎてないのか、または最低限どれくらい必要なのかっていうところを見極める作業として、多分そういう実験をしてるんだなっていう。だからやっぱ研究っていうのはすごくね、その大きいところしかできないと思うんで、個人でちっちゃいワイナリーとかでやってる時にそんな研究ばっかやってる場合じゃないじゃないですか。だからある程度こうお金も回していかなきゃいけないしっていうところで言うと、やっぱ大きいところは資金とか、あとはその耐えれる体力みたいなものがあるので、そういう未来につながるような実験研究っていうのもすごく日常からやってるんだなっていう。早速飲みに行きましょう。ありがとうございます。お、これでこの準備された状態がね、すごい、そう、これすごい、これすごい、うん、圧巻、うわーって並んでて、映像だとね、ちょっと分かりづらいんですけど、圧巻ですね、これ、うおーっていう感じになりましたね、テンションが。これは圧巻ですね、素敵。これが、ここからちょっと僕の泡、僕二人になっちゃうんですけど、あの音声だけです、ね、これが、ソラリスの千曲川僕のリースの泡ですね。わー、すごい、あ、当てられるわけですか。これが千曲川のカベルネソーディライブ配信の動画なんで、はい、ではあの皆さん、外寒い中ですね、ステインシカセラータケトありがとうございました。これで試飲の方に進んでいきたいと思います。今日いらっしゃった方、あの日本のワイナリーとかいろいろ行かれてる方もいるかなと思うんですけども、あのワイン用のブドウを食べたことあるよって方って今日いらっしゃってますか。ヨーロッパ系の、あ、結構、ね、いらっしゃいますよね。食べたことある。僕あの私ワイナリーにいるとですね、お客さんからワイン用のブドウって美味しくないからワインにしてるんでしょって言われることがありまして意外とですね、あの生食用の食べるブドウよりも味わいですごく濃厚で実は美味しいんですよね。真ん中の上の方、あの一番大きい房がさっきの牛なんです。でその左隣が山梨でよく作られる甲州ですね。これらの品種って今はワインに使われている品種になるんですけども、もともと食べるために栽培していたっていうブドウ品種になりますから、粒がすごく大きいのが特徴です。で周りを見てもらうと結構小粒なブドウ品種が多いと思うんですね。そういった小粒なブドウ品種が主にあのヨーロッパ系のワイン用のブドウになります。でこの粒の大小で何が変わるかというと、粒が大きい方は潰して味を見てみると果肉が多い分ですね、結構淡白な味わいなんです。で粒が小さい方は果肉に対して皮とか種の比率が圧倒的に高くなるので、その分濃縮とかなるんですね、渋みさ甘みというところがしっかりとしている。皮の比率なので味を見てみると本当に濃厚です。あのよくシャインマスカットで食べるブドウがありますけども、あれは糖度がだいたい18度から20度ぐらいが多いんですね。例えばあの、カベルネソーヴィニョンなんかだと糖度24度とか25度まで上がってきますので、まあ、数値で見ても、あ、これちょっと補足なんですけど、あの一般的な話じゃないです。これはあのマンズワインのカベルネソーヴィニョンがあのシャインマスカット、一般のシャインマスカットよりも全然糖度ありますよっていう話なだけであって、日本中どこで作ってもカベルネソーヴィニョンはその糖度いくかって言ったらいかないです。あのマンズワインの
栽培環境とか、カベルネソーヴィニヨンとか何が難しいって、その収穫時期が遅いんですけど、遅ければ遅いほど、なんていうんですか、台風が来たりとか、雨が降る機会が増えたりとか、いろんなこうリスクと戦いながら、引っ張って引っ張って引っ張って、こう完熟まで持っていかなきゃいけないみたいなところがあって、でメルローとかカベルネとかそうなんですけど、そのボルドー系品種っていうのは、ちょっとでも早い時期に収穫してしまうと、まあ、ピラジンっていうピーマン酵が出てしまったりとか、まあ、糖度が上がりきらなかったりとかっていうところで、こう海外のカベルネ・ソーヴィニヨンとかメルローみたいなこう凝縮感というか、そういうなんかブドウのポテンシャルをこういかんなく発揮してますみたいなワインになることがなかなか難しいんですよ。で日本はやっぱり雨が多いので、あとはまあその雨が少ないところだと今度寒すぎたりとか、まあ、いろんなこう条件がある中で、本当にカベルネ・ソーヴィニヨンとかそういう品種をもう最後まで満足できる糖度とか上がるまで我慢して栽培できる環境っていうのを見つけたり作ったり持続したりっていうことがすごく難しい中で、マンズワインさんだからできるって話で、なんかすごいさらっとねさらっとカベルネ・ソーヴィニヨンだとこれくらいいきますみたいな感じでお話されてましたけど、これはマンズワインさんだからです。ちょっと一回止めちゃいましたけど、そこはね第三者である僕が強く言っときます。どこでもカベルネ・ソーヴィニヨンはそんな糖度いくわけない、日本だと、まあ、限られてますね。はい、じゃあ続きですね。圧倒的に違うんです。なので、甘いだけじゃなくてね、酸味もあってすごく濃厚なので、私たち畑で作業とかしていると、畑回りながらちょっと粒を食べていくんですね。どれぐらい熟してきてるのかとか、そういうのを見るんですけども、やっぱり品種によってはもう喉が渇くぐらい本当に濃厚な味わいです。ワイナリーによってはですね、イベントとかでそういうブドウを食べさせるということもやってるかもしれないので、機会があったら、ぜひ食べてみていただけたらと思います。一番左の方から始めていきます。一つ目が、酵母の泡リュウガン、さっきの皆さんが見たリュウガンで作ったスパークリングワインになります。結構ね、香りが面白いですよね。青リンゴみたいな香りがあったりとか、ちょっと日本酒に近いね、吟醸法っていう香りも出てたりします。飲んでいただくと結構ね、綺麗な酸味が感じれるんじゃないかなと思いますね。本州に比べると、リュウガンの方が酸とかがはっきりしているような印象になります。ちょっと野生味のある味ですね。で若干そういう日本酒を思わせる香りがありますから、まあ、日本のお料理なんかに本当にぴったり合いますので、普段の晩酌とかにですね、使っていただいてもいいんじゃないかなと思います。まあ、この酵母の泡っていうのはスパークリングワインのシリーズ名なんですけども、人工的にガスとか一切入れてないんですね。発酵で出てくる炭酸ガスを閉じ込めるってやり方をしているので、皆さんね、コーラなんかは泡がすぐなくなりますけど、あれはガス注入してるからで、こういった酵母の泡みたいな発酵由来の泡を使っているっていうのはすごく長くね、泡が続くっていうのが特徴になります。優しい口当たりで料理にもとても合わせやすいです。そして次のワインが、真ん中のワインです。ソラリスのチクマガワシナノリースリングっていうワインになりますね。でシナノリースリングっていう品種ですね、よく長野県で作ってるリースリングだって思われがちなんですけども、これリースリングとは実は違う品種です。私たちもね、ドイツのリースリングみたいなフルーティーなワインを作ろうって昔頑張った時代があるんですけども、やっぱり、ね、ドイツを離れると香りが出てこなかったりとか、あと病気になりやすいとかで、ね、なかなか苦労したっていう時代があるんですね。でその時に考えたのが、リースリングがもう少しこの日本に適用できるようにしようということで、実はシャルドネと交配してるんです。でシャルドネってワインを作ってる国であれば、まあ、大体栽培してる品種ですよね。それはですね、いろんな国の気候とか土壌とかそういったものに適応しやすいっていう能力があるので、なのでリースリングにその適応力を持たせようとして品種交配して、それでできたのがシナノリースリングっていう品種になります。多分当時の開発者のちょっとネーミングセンス的にですね、長野県で作ってるリースリングって間違われるような名前にしちゃったんですけど、リースリングとはちょっと違うっていうのがシナノリースリングです。この品種の特徴は何といってもその香りですね。皆さんね、香りを嗅いでぜひ飲んでみてください。めちゃくちゃうまいです。そう、ぜひ飲んでください。
これのせいで遅刻しました。約束を。これ香りがすごい華やかだと思います。普通のリースリングであれば、果実の香りとか、ちょっとペトロールコーティング、石油系の香りが出やすいんですが、シナノリースリングの方はですね、圧倒的に花の香りなんですね。花とか、あと果実で言うならば、洋梨みたいな香りがあって。で飲んでいただくと、酸味もあるんですけども、ちょっとほろ苦いと思います。それよく話せる話。なんだかドロンテスとか、そういったものにちょっと近いなって私は思ったことがあるんですけども、このちょっとした苦味っていうところが、いろんなお料理の味を引き立ててくれる、すごいポジティブな要素っていうふうに考えていて、長野県はちょうど今の時期なんですけど、スーパーに行っていただくとですね、山菜がたくさん売ってます。ちょっと苦味のある山菜の天ぷらとか、そういったものなんかと合わせてもすごく美味しいので、ぜひね、皆さん、帰り、釣り屋っていういいスーパーがあるので、そこに寄っていただけるといいんじゃないかなと思います。今ね、飲んでいただいているのは辛口なんですけども、実はこのシナノリースリングで作るごく甘口のワインなんかもありまして、それがシナノリースリングクリオエクストラクションっていうワインですね。シナノリースリングを収穫してきたら一度凍らせて、で溶けてきたところをゆっくりゆっくり絞って作る、ごく甘口のワインです。めちゃくちゃ海外でも賞を取ったりしていて、つい先日ですね、リリースがあったんですけども、ビナリーという国際コンクールの方でも、2年連続でね、賞を取ってますね。はい、そして最後のワインが赤ワインです。ソラリスの千曲川カベルネソーヴィニョンというワインですね。カベルネソーヴィニョン、もう皆さんご存知ですよね。すごく有名な品種なので。ただですね、この品種って結構簡単に、チリの安いワインとかもあるので、簡単に作れるって思われがちなんですけども、この品種でいいワインを作るのって、実はすごい難しいんですね。っていうのはですね、このカベルネソーヴィニョンは、すごく熟すのが遅いブドウ品種って言われています。例えば、メルローなんかだったら、ここら辺だと10月の初旬、中旬で収穫は終わるんですけども、カベルネソーヴィニョンだと11月の2、3週目とか、あとすごく遅い年で12月に入ることもあったっていうふうに聞いてます。それぐらい黒ブドウ、同じ黒ブドウでも熟すタイミングが全然違うんですね。で、このブドウ品種が熟すのを待ってる間にですね、だいたい秋雨の影響を受けて、病気が出始めるとか、気温がぐんと下がってきてしまうとか、そういったことがあるので、完熟まで持っていくのが大変ということで、でこのカベルネソーヴィニョンは完熟じゃない状態でワインにしてしまうと、ピーマンみたいな青臭い香りが出てしまいます。それってほんのちょっとだけ出れば、それはそのワインの個性なんですけども、それが強く出た瞬間から、もうワインとしては欠陥扱いされるわけですね。なので完熟させるっていうところがとても大切なんですが、これはもう日本だけじゃなくて、フランスのボルドーもそうですけど、熟すのが遅いがゆえになかなか熟す、完熟まで持ってきづらい品種です。なのでボルドーなんかはメルローとカベルネを植えてリスクヘッジを行ってますけども、なのでね、作るのは結構大変なので、日本のワイナリーさんで多分カベルネ単体でこういうワインを作ってるところっていうのはほとんどないんじゃないかなと思いますね。ぜひね、皆さん飲んでみてください。ちなみにこのカベルネソーヴィニョンに関しては小諸では栽培していなくて、上田市の方で栽培してます。小諸だとどうしても冷涼な場所なので、もう11月が入るとすごい寒いですから。ただ上田市の方はここから標高が100メーターちょっと下がる場所で、小諸みたいに寒暖差はあるんですけども、秋口まで温度がちょっと高いっていうところなので、ゆっくりゆっくり育つカベルネが育ちやすい場所。かつですね、小諸は粘土が強い土壌なんです。なので、メルローなんかにとても向いてるんですけども、その上田の東山っていう地区だと、粘土質の土壌なんですが、もともとですね、海底だった地層が地殻変動で上まで出ているので、粘土の中に砂であったりとか、あとは、海辺で見るような丸い小石とか、そういったものもとてもあって、水はけがいい場所で、カベルネソーヴィニョンにはすごくいい場所で、日本の中でそのカベルネの適地っていうのはないってずっと言われてるんですけども、多分皆さんこのワイン飲んでいただくと、この上田ってところがね、カベルネに向いてるんだっていうのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。
はい、皆さんワイン一通り飲んでいただいてどうでしたかね。何かあの好きなワインとか、見つかったら、嬉しいなと思います。はい、皆さんの出発時間は1時半というふうに伺っておりますが、まだ、ね、お時間の方これでそうまだ40分ぐらいあったんですよ。でテイスティングする人がいて、ワイン買いに行く人がいて、てか後であのなんだっけ、あの実験の畑のところ、うん、細かく見ると多分見たことない品種いっぱいあるんで、はい、面白いです。シルバーナーとかありますもんね、はい、確かシルバーナーとかあのドイツっぽい名前のもあったし、そうそうそう、ドイツ系とフランス系と日本系、そうこれをねみんなに勧めてたんですよ、絶対行った方がいいですよみたいな。だけどみんなねもう飲むお土産買うでもう忙しすぎて全然誰も外行かなかったし、むしろそれでもちょっと遅刻気味でした。でも白ワインの中で一番好きかもしれない。えこれですよね、日本の白ワインとか。あってか、あじゃあじゃあじゃあ日本のってことは僕にとって世界一です。そうですね、世界の白ワインの中で一番これが好きぐらい僕はこれが好きなんですそう日本の白ワインで一番好きかもって話をして、ってことは世界一じゃん僕にとってはって話をしてますね。ぜひシナリースが飲んでください。何時代にここまで香りがすごく甘い香りが。会社を自分で立ち上げて結構ゼネコンとかから依頼が来るような会社まで育てて、いろいろ飲食店とかいろいろやられて、グループ企業みたいにしてた人がですね、軽井沢とかの旅行の時にこういう感じで、まあ説明をしながら小室ファーマイナリーに向かってたんですけど、結構おしゃれなロゴでかっこいいですよね。これ畑で説明を受けて、すごい見晴らしも良くてね。でこのトゥクトゥク乗せてもらったんですけど、いい景色だね。なんかね、中から撮ってても映えないんですけど、多分その発言も出ると思いますけど、こういう感じで気持ちよかったですね。天気が良かったら本当何よりでしたね。俺やっぱ中からだと絵的に全然よく撮れない。外からじゃないと撮れない。これがでも楽しかったです。そう、これ撮りましょうかって言ってくれたらね、甘えればいいのに、なんか大丈夫ですって言っちゃって、後で後悔してましたけどね。乗れない乗れない。箱乗り、箱乗り、こう二手に分かれて、バスで移動する組とトゥクトゥクで移動する組で分かれてやってたんですけど、まあ寒いからトゥクトゥクいいやっていう人と、乗ってみたいっていう人で分かるって感じで、でも後で乗りたかったなっていう人いっぱいいましたけどね。じゃあ早速ちょっと僕がワイナリーの中を、ここまでちょっとね電波がちょっとあんま良くなかったんで、ちょっと途切れ途切れなんですけど、本当に醸造は1回しかまだここでは、そうマンズワインと対照的でまだ出来立てでワイン1回しか作ってないですよって話です。処理したり原料処理するようなエリアなんですけど、まあ、ちょっとあの飲食室の方に結構そういうアイテムがあるんで、サクッとまあね、ご存知の方が多いと思うんですが、はい、さあこういうものをチャージャーで変化しちゃうあるんですけど、僕たちはここにそのままパサッと投げ入れして、まあ、秋原さんのパスを、そこでちょっと細かい、例えばハットの切れ端とか軸とか、それを下に落とす、その下に落として、で綺麗なパサをエレベーター、エレベーター方面に入ります。で画質悪いっすねライブ配信なんでこうなっちゃうんですよね。で雰囲気だけでも伝わればいいかな。まあ、まあ、正直このやっぱ除光器使うと身が潰れるなという印象があったので、正直、最強の印象がありました。はい、おお、すごい、ここがね、かっこいいですよ。これがあのホームページの、そうなんです、一応、ホームページの画像これなんですけど、さすがっす、はい、それぐらいあるんですけど、奥の方にあるのがね、タンクを流れて、あと出てきますけど、卵型したタンク、工場っていうよりかは、まあ、ちょっと簡単ではあるんですけど、ミュージアムっぽい。うん、結構興味を持ってもらえる、そういう作りにし
仕込み中は走りますけどね。なんかショップも含めて、かっこいい、すごくおしゃれだった。まあね、割とスタイリッシュなデザイン好きな。なんかこういうなんかはしごっていうか、はいはい、こういうのももっとなんか、なんていうんですか。なんかチープって言ったらだけど、こんななんかかっこよくないですよね、大体。なんかいちいちかっこよかったです。いちいちって言い方あれだけど。でも奥行くとね、なんか特殊なんですよ。こんなの他で見たことないんで。面白い。はい、かわいい。ね、入ったらどっか飛んでいく。行きそうですね。そうそう。なんか、見たことあるとかあるんですけど、ダメック製に行きそうな宇宙船みたいな。会社の見えるよねっていう。卵型のコンクリートタンクですね。まあ、何が違うのって話ですけど、まあ、よくステンレスだったり、樽だったり、まあ、このコンクリートだったり、樹脂だったり、いろいろあるんですけど、まあ、コンクリートは、あれですね、そもそも多孔質なんで、ちょっとまあ、見えたら、こう、真っ赤に穴が開いてるわけですけど、樹脂って実際に。ビオン酸素が少しだけ入るらしいんですよ、まあ、エアレーションとかで発酵の時とかはやっぱり空気の酸素がないとそもそも凍ってない、うんうんうん、ちょっとずつ微量にしながら、このまま減らすけど、あとやっぱこの角のない状態の循環がね、スムーズらしいんですよ、まあ、普通の円柱型よりそっか、でそうすると本来僕らであれば、まあ、バックナージュしモンタージュしたりとか、リアージュとかモンタージュっていうのはあの皮とかを混ぜる作業ですね。上に花房っていう層を中とこう混ぜるっていう作業をやります。赤ワインとかだとそれが色づきのいろんな成分が出やすいよっていうやつ。そういうのがエアレーションできることによって、まあ進む。で、実際ね。2023は正直使えなかったんですよ、量が足りなくて。これ1700リットルあるんです。なので、2024からは使っていく。また、まあ、大気温の影響を受けにくいというのが、これだとそうですね。はい、大体、ここ空調内ですけど、まあ、大体24度とか、まあ、暑くても、それぐらい。けど、まあ、これは本当にそんなに影響してないです。そう、まだ使ってないんですね。デビュー前です。デビュー、はい、入れてきたやつもあるんですけど、こういうのにしました。ちょっと、ゲート成分に入れたりしたら、ちょっと、満了にできないなら難しいよね。満了にしないなら空気に入れるのが、シリー好きなんでシリー作ろうかなと思って、公開されちゃうんですけど、はい、まあ、そういうことも、ね、ちょっと考えながら。1700ぐらいとかだったら、2.5 分ぐらいかな。ファッキーシャトーさんもやってるんですね。知らなかったです。国内だと、まあ、多分あるじゃないですか。トワールさんね、北海道。で、国内でもあの前型のアメリカのコンクリートさん。国内でも確かあのこういう、まあ、卵ではないんですけど、まあ、日本コンクリートのやつになるっていう。まあ、他のワインに何を使ってるけど、特に多分マクロワイナリーとかが難しい。ステンレスとかと比べて費用高いんですか？ 1.5 倍くらい。 あと重いですもんね。 2.7 トン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 やばくないですか？ そうそう、なんかもう機械で釣らないと設置できない。設置も大変、角度も微調整しながらって言ってましたね。気軽にはできない。先行投資結構バツッとできないときついですよね。これがあの樽、まだ樽がバーって並ぶ前だと思いますけど、
で、ここでテイスティングを3種類させてもらって、さっきの後ろから撮った絵ですね。そういう感じで、なんか結構モロッコファームワイナリーさんではそういう感じで、マンズワインさんとは全然違う形というか、新しいワイナリーで、これからどんどんいろいろ経験していくよねみたいな感じなんで、それはそれでなんかこう未来に対してね、こう楽しみだし、そのだから単純に前はマンズワインさんとコモロコファームワイナリーさんのワインをじゃあ比べましょうって言ったら、もう大人と子供が喧嘩するような形にはなると思うんですよ。まあもちろんそこに好みとかが入って、コモロコファームワイナリーのねワインがめっちゃ美味しいってもちろんあるんですけど、じゃあどっちが万人受けしますかって言ったら、やっぱりそれはね簡単には勝てないですよ。でもコモロコファームワイナリーさんが自分たちの個性もそうだし、栽培醸造いろんなところでレベルが上がっていくことで、またねコモロコファームワイナリーさんらしいワインっていうのが確立してくると思うんで、僕はすごくそれが楽しみだし、実際今度ねうちの店でコモロコファームワイナリーさんのワイン出す予定なんで、ぜひ飲みに来ていただきたいなと思います。でこれチーズ工房です。もうねチーズのことに対しての動画何もないんで、みんな飲み会ですチーズを皆さんにこう1パックずつ盛り合わせみたいなの用意してくれてたんで、それと僕らが持ち寄ったワインを、いやもうチーズ工房も最高でしたよ。結構なるほどと思ったのが、もともとチーズのやっぱ作り方ってフランスとかからこう技術が持ち込まれたりとかしてたんで、フランスの器具でフランスのノウハウでやっぱチーズを作ってたらしいんですよ、そこのトリエドフロマージュさんもね。だけど今のそのチーズの作る責任者の方が担当っていうか責任者になってからはやり方変えたらしいんですよ。でなんで変えたかっていうと、フランスは水が硬水なのにもかかわらず日本は軟水だと。よくねフランスとかヨーロッパでシャワー浴びるともう髪がキシキシになって大変みたいな聞いたことあると思うんですけど、それはやっぱ硬水だからなんですよね。で日本は軟水だからそうはならないと。でやっぱ水も使うので硬水のノウハウでやっていていいのかということで、軟水に合わせたこうノウハウに切り替えるとかやり方を変えて作り始めると、やっぱその日本にあった、チーズ作りっていうのはできるよねっていう話になったらしいんですよ。で僕はその話を聞いてて、単純にあそうなんだ、だからここのチーズ美味しいんだなって思えたんですけど、プラスワインもね、ワインは加水はしないけど、やっぱその水を得て育ったブドウで、僕ら人間もそこの国の水で育ってるわけで、いろんな食材もそれで育ってるわけですね。だからそのやっぱりそういうなんだろう、マリアージュの源みたいなところにそういう水の違いとかもきっとあるんだろうなって思ったりするんで、なんかチーズもワインもそういうところでこう共通項ありそうだなっていうふうになんとなくこうぼんやり思いましたね。でこういう感じでも帰りでみんな飲んで食べてみたいな感じでわちゃ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 やってました。もう最後もう帰り道はもう結構疲れちゃってたんで1時間ぐらい帰り寝ちゃいましたけど、こういう感じでコモロコファームワイナリーで撮った集合写真ですね。でこれがみんなで1日かけて飲んだワインの被ってないものたちを並べました。でこれが大体がこれ2本ずつとかなんで、だからこれ大体全部2本ずつと考えると、まあ、大体28本ぐらいかな。だから1人1本ぐらい飲んでる感じですよねだからもうすごい回でした。ゆっくりゆっくり1本なんで、そんなにベロベロの人はいなかったと思いますけど、やっぱみんな疲れたら疲れたんじゃないかなと思います。でプラスでバスの中でそのチーズ工房とかでもワイン買えたし、どこの場所でもワイン買えたんで、そこで買ったワインをね開けて、あ皆さんもどうぞってやってる人もいっぱいいたんで、そういうところでなんかもっと多分飲んでるんですよ。だから飲んでる人は多分1本半ぐらい飲んでるかもしれないですね。で飲んでないけども最低1本ぐらいは飲んでるんじゃないかな、まあ、そういう回でございました。まあそういう感じでね、マンズワインさんとコモロコファームワイナリーさんとアトリエドフロマーズさん行ってきたんですけれども、本当なんか皆さんの声が温かくて、まあ僕がねいろいろこう皆さんの満足度につながるようなことをこう一生懸命考えた部分が、なんか本当に皆さんのお褒めの言葉の中に反映されている言葉がすごくいっぱい聞けたので、本当になんか
やってよかったなと思いますし、なんかお弁当作ったりとかおにぎり作ったりとかしたのも僕が喜んでくれるかなってこう思いながらやった期待以上の喜びの声みたいなものを皆さんからいただいて、本当なんかやったかいあったなっていう、なんか、うん、やったかいなくても別にいいんだけど、なんかやったかいを感じさせていただいたなっていう感じでした。第2回第3回と続けていきたいなと思ったし、まあ僕の希望としては年3回ぐらいこういう企画作れたらいいなと思っていて、もう次いつですか次いつですかって今言われている状況なんで、なんか人が集まるね見込みがやっぱ立たないとなかなかできないと思うんですけど、なんかワイナリーに行く一つのなんかきっかけというか、入り口というか、そういう産地に行く楽しさみたいなのを知ってもらう、まあ、間口として一つの選択肢として僕がそういう役割を担うっていうのはなんかやりがいもありますし、僕もね行ったことないところに積極的に一緒にみんなで行って勉強したいなって気持ちもあるんで、なんか僕にとってもまあ一石二鳥かなと思ったりもするんで、ちょっとこれからも、計画を立てていきたいと思ってます。まあ次はねできたら6月か7月で秋にもう1回みたいな感じで、まあ年に3回できたらいいかなっていうふうに思ったりはしてるんで、ぜひ皆さんもね参加できたら参加していただきたいなと思います。 YouTube でも絶対告知すると思いますけど、インスタとか絶対に行くんで連絡くださいっていう人はもう直接インスタとかから DM くれたらなるべく連絡するようにするんで、そういうちょっと先行予約みたいなことも全然受け付けてますんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけでちょっとごめんなさいね、鼻が痒くて花粉の残りみたいな残骸みたいな感じなんですけど、ちょっと鼻が痒くて鼻をいじるのが癖みたいになってますけど申し訳ありませんでした。今日は逆ワイプみたいな感じでお送りしましたけども、ちょっとね長い動画になってて申し訳ないんですけど、本当に最後まで見ていただいてありがとうございます。で、近々ですねこの動画を超える長さの、とある僕が一人でですねとある地域のワイナリーをこう回ってきたっていう動画が上がると思いますので、そちらもまあ何かしながらでもいいですし、部屋のお片付けしながらでもいいですし、こう気軽な気持ちでね、見てもらえたらいいかなっていう動画になってると思うんで、ぜひねそちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。4月中には絶対にあげます。で、その動画の直後に、そのワイナリーたちで買ってきたワインをバンと、お店で飲める機会を作ろうと思ってますんで、そちらの方も合わせてご期待いただければなと思います。というわけで日本ワインソムリエ西岡裕貴のワインツアー第1回を、行ってきたよという動画になりました。まだねチャンネル登録まだの方は、ぜひチャンネル登録をしていただいて高評価をしていただいて、次回もお楽しみにしていただけたらなと思います。次回はラジオかな。お会いしましょう。バイ。